プロジェクト世界カラフルステージ、フューチャリング初。こんにちは、さくやです。今回はね、プロセカの動画ね、久々に撮っていくんだけど、最近ね、めちゃめちゃハマってることがあって、あ、イライな話じゃないよ、ちゃんとプロセカの話だからね 毎回ね、プロゼカの動画はね、冒頭にめちゃめちゃいらない話を持ってきたりするんだけど、まあ、過去一番だと3分ぐらい話したかな。まあ、これがいらない話だったな、ごめんね。これでね、プロセカ内でね、すごい面白いことがあって、ここには書いてないかな、お知らせには。なんだけど、カスタムプロフィールってやつがあるじゃん。ちょっと見てみる?カスタムプロフィール。ここにね、称号プロフィールっていうのがあって、このカスタムプロフィール。これ、R 巻くんだよ、ちゃんと。カスタムプロフィール。はい。で、このカスタムプロフィールってのが何なのかって説明すると、こうやってね、自分でね、カスタマイズすることができてですね、このプロフィールってとこを押すと、こういう項目が出てきてね、例えば一言っていうのを押すと、こうやってね、出てくるんだけど、これね、一言って言われて、しののめえなって答える人は絶対にコミュ障よ。絶対にコミュ障だから。一言なんか言ってって言われて、しののめえなって答える人絶対コミュ障だから。でね、こういう風に、こういう風にね、回転させたりとか、みたいな感じでね、できたり。ちょっと拡大できないのがあれだけど、背景とかつけれたりね。あとメンバーだったりを、こうやってね、入れたりだとか。こういう感じでね、写真がね、高画質のやつが入れられたりとか、背景ね。隠れちゃったね。隠れちゃったね。背景なのに隠れちゃったね。で、これ、こうなった場合は、レイヤー表示っていうのをやって、下にこうやって置くと、ちゃんと背景になりますよとか、あと、称号だったりね。いちかちゃんの称号ね。なぜいちかちゃんにした?ちゃんと合わせよう、この写真。全然キャラが違うのよ、この二人。まあ、とりあえず、文字入れできたり、よろしくだったりね。しののめなって反対書いてあるの、よろしくって入れたりね。あと、図形ですよね。この図形をね、俺使ってですね、あることをしてみたんですよ。こういう感じでね、図形で何ができるかっていうと、こんな感じでね、こう、くっつけたりして、これでね、キノコみたいな形ができたりするの嫌いみたいな。あ、矢印か。なんでキノコって言った?矢印じゃん、どう見ても。で、これ矢印の、マークができたりするわけよ。こういうのを使ってね、あるものを作ったんですよ、俺は。有名ゲーム実況者のね、キヨさんは難易度高すぎるな。キヨさんの、キャラクターかな。キヨ猫っていうのが存在するんだけど、あのキャラクターをですね、作ってる様子っていう動画をね、撮ってきましたんで、それを見せつつ、完成品に移りたいかなと思います。でね、ま、いろいろあってね、2種類作ったんで、まずクオリティ低い方から見ていただいて、最後にクオリティ高い方で、見ていただこうかなと思います。とりあえずね、カットで、早送りで、お願いいたします。さあ、完成したものを見ていきたいと思います。右下と左下にあると思うんだけど、多分ね、モザイクかかってる。モザイクかかってると思うんだけど、見ていきたいと思います。まず、クオリティの低い、サイズ感をミスった方ですね。こちらです。はい、形にはなってる。しっかりね、形になったんですよね。あと、クリア回数とか、こういう一言とかも載せてね、キヨがいる、ちゃんとしたプロフィールに、することができましてですね。なかなかいい感じにはなったんじゃないかな。ただね、ちょっとね、苦戦したのがこのサイズ感だよね。
図形の最小サイズがですね、右下にあるびっくりマークぐらいの大きさだったから、うん、これ言っただけでわかるかな。しかもこれペンツールとかもないから自分で書くこともできない。って考えると、みんな察しつくよね。どれだけ俺がこの清猫に苦戦したか。どれだけ俺がこの清猫に苦戦したかわかるよね。ちなみにこの清猫はですね、3時間ぐらいかかりました。でね、口の感じとかもね、三角の、部分、頭の部分がシャープだったから、そこを使って、もうちょっとでもシャープにしようと思って、やったんですけど、これが限界でしたね、正直。でね、ヒゲの右側の部分、俺の普通の画面から見て、右側の部分は、なんだっけ、テキストを使ったんだよね。全角の、スラッシュと、真ん中ら辺が、開業して、流し棒？流し棒ってなんだ？流し棒ってなんだ？なんか棒線みたいなの使って、あとはスラッシュのね、全角使って、で左側ね、テキストじゃないと思うんだけど、テキストね、なんとね、プロフィールに1個しか付けれなくてですね、もう、悲しかった、うん。めっちゃ苦労したな、ヒゲの方も。でもこのね、清猫の不バランスな感じはね、めちゃめちゃ微調整して、いい感じになったんじゃないでしょうか。でね、続いてはね、クオリティの高い、ちゃんとサイズ感を捉えて、やった方をちょっと見ていただこうかな。さあ、こちらです。いや、一気にクオリティ上がったな。うん。一気にクオリティ上がったな。いや、すごくない？普通にすごくない？さっきの清猫ちょっと目がいってたと思うんだけど、この清猫しっかりね、バランスよくすることができました。もうめちゃめちゃね、本家のね、画像見まくってね、やったんで。でもね、我ながらすごいね、いい感じにできたんだよね。この鼻のね、ちょっとね、調整ちょっとした平面になってるとことか、へっこんでるとことかね、しっかりね、微調整してやってみました。それでもね、レイヤーはね、48で済みましたね。もうちょっとね、少なくできるかなと思ったんだけど、ちょっと難しかった。でね、レイヤーめちゃめちゃ余ったんで、右上に清って書きました。このさ、デザイン性良くない？うん、デザイン性良くない？この、なんつうんだろう、黒をベースとした、まあ、実際これは黒ではないんだけど、まあ、黒がなかったからこの色にしたんだけど、黒ではないけど、この、なんつうんだ？暗闇の中に清猫がいるみたいな感じのね、再現してみました。なかなかね、こう商品化してもいいんじゃないかなってぐらいいいものができました。はい、ということで今回はね、カスタムプロフィールってのをね、やってみたんだけどね、感想を言うよ、最後に。正直ね、プロセカ内のおとぎより面白かった。